たわいもないでキュートでもう嬉しい時間だけ僕に預けて Under the light たわいもどうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこの小さいウクレレで皆さんが大好きな曲を弾いて歌う弾き語りができちゃいますよ。ということで日々簡単ウクレレレッスン動画公開してます。今日も張り切ってレッスンスタートしていきます。今日取り上げる曲はこちら、ドン平井大さんの星に乗せて。このね、もうなんかもうラブソングです。もうキュンキュンです。そしてこのね、滑らかに聞こえるんですけど、もうほぼラップです。歌はですね、これかなりタイミングと、このメローな感じを出すのはね、もう相当練習と聞き込みが必要になりますけれども、素敵な、この時期歌いたい、星が綺麗になりつつあります。こんな時歌いたい曲でございます。この有名曲、もちろんガズレレで過去に一回取り上げてるんですよ。2017年に取り上げてたんで、7、8、9、10、11、12、13、14、もう8年ぐらい前のレッスン動画。今見るとめちゃくちゃわかりづらい。ってことで、今回は最新版の改訂版としてお届けしていこうと思います。張り切ってやっていきましょう。さあ、本日はですね、このガズモデル、G ラブのウクレレ、ガズモデルのチェリーレッドモデルと簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使ってやるんですけど、ただいま、大好評、販売予約受付スタートになりました。Gラボガズレレ公式ホームページにてご案内がありますのでぜひともご覧になってください。そして今回ですね、ガズレレGラボでリユークというですね、新しいサービスを始めました。これはね、まあ、リサイクルというかですね、まあ皆さんのこの買取です、ウクレレ買取サービス、この辺のこと詳細概要欄に貼っておくのでぜひご覧になってください。新しいサービス皆さんご活用ください。はい、そしてガズレレではね、本いっぱい出てますよ。はい、この辺の本はですね、もうぜひご活用していただいて、もう20万部突破というとんでもないことになってますので、どんどん活用してください。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、シンプル簡単バージョンをゆっくりやるんですけど、これポイントが2つあって、まず歌が難しいですよということと、あとコード。簡単版から2つ。ちょっと見慣れないこの2つのコードを登場させます。でも見てもらったら簡単でしょ。 F 星は F と星を同時に押さえるだけです。 F というコードと C というコードを同時に押さえると、あとこの C オーギュメントっていうのは C のところと4弦の1フレットをこうやって押さえるだけ、これだけ出てくるんです。これがどうしてもちょっとね出したい、頑張って押さえてください。で、後半はかっこいいバージョンなんですけど、かっこいいバージョンはやっぱりなんといったってリズム、このリズムとこう流れるようなこのリズムですね、ふんわりこう跳ねてるリズム、シャッフルのリズムでこの完全再現していきたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。まずは皆さん音楽始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生、今まで聴いてた音楽がやる側に回れるわけですから、ガズレレで音楽始めてください。それではレッスン入っていきます。平井大さんの星に乗せてガズレレ流簡単バージョンゆっくりでやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。たわいもない出来事でもう嬉しそうに話す君が好き、さんざんふざけて笑って会いたいね、手帳はやりキスをした。おおしゃれにせて
嬉しそうに話す君が好き、さんざんふざけて笑って会いたいね、出ちゃうわけにキスをした。せーの、平井大さんの星に乗せてガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりゆっくりやってみました。でもゆっくりでもこの歌ってみるとわかる、もう言葉がねもう次から次へとこうやってくるんです。でこれ聞いているとねすごくゆったり感なんですけど、あれはやっぱりねゆったり聞かせるっていうのは相当なものですよ。ガチャガチャしちゃいますから、まず最初までもう思ったより言葉がすごい詰まってます。はい、そんなことを意識していただいてやってもらいたいです。でこの構成なんですけど、これガズレレオリジナルのアレンジになってまして、1番やって1番のサビまでやったら間奏に行って、もうエンディングの一番最初のたわいもない出来事をやって終わるというね、ウルトラショートカットアレンジバージョンなんですけど、フルコーラスでやりたい方はまずガズレレバージョンで練習してもらってないと、フルコーラスの2番のところとか1番とコード一緒で歌詞が変わっていくだけですんで、皆さんどんどん書き込んでね、オリジナルの楽譜作ってフルコーラスにもいずれチャレンジしてください。ひとまずはガズレレバージョンで基本を押さえておく、これがいいと思います。でガズレレの動画にはね、歌詞とコードがね動画に載ってますから、それ見ながらウクレレで合わせてもらって、1個目のゴール設定としては今やったガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになったら、これは素晴らしいことです。これはやっぱり歌がね合わせるの難しい、まあでもちょっとトライしてみてください。一緒に合わせられるように練習してもらってできるようになった方おめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのってやっぱりもうめちゃくちゃ大変なので、やっぱりね楽譜練習をするのがいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習しているうちに覚えちゃって、夕日に向かって星空に向かって青空に向かって歌っていく、これが素晴らしいと思うんですけど、でも楽譜って今言ったけどどこにあるのよという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんがこの手書きで書いたこのノート、このノートを見ながら、今やっていきました。これです。はい、すごいですよ、このボリュームたっぷり、ここまでもうビチビチに入ってますから。はい、これもうちょっとしたらカメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス、ガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのとこみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。改訂版の星に乗せて、平井大さんの名曲でございます。さあ、これ見てもらいたいんですけど、ここ伸ばすって書いてありますね。ワンブロックコード4つなんですけど、この歌詞が多いでしょ。これタイミングですよ。これ後でちょっと詳しく解説しますけれども、まあこの辺がポイントになってます。そしてですね、今簡単バージョンで見られないコード、この F 星、ここにまず1個出てきてて、あと C オーギュメントですね、ここか、ここで出てくるんですね。こことここと、あと F 星はここでも出てくるのかな。はい、こんな感じでちょっと出てくるんですけど、この下に囲ってある
コード、これ F マイナーってコードを使っていったり、こっちでは G7 サスポを使っていったりとか、これ下に書いてあるコードはですね、かっこいいバージョンで出てくるコードだよと覚えておいてください。はい、そしてこんな感じで写しておくんで、お時間ある方はこの通りに書いてください。今日は書き応えありますよ、めちゃくちゃボリュームあります。はい、こんな感じで写しておくので、一時停止で書いてください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの今写ってる手書きのデジタルデータをお手元にダウンロードしてご活用いただくのもめちゃくちゃ、有効です。あ、ちょっと言い忘れてた。これ、かっこいいバージョンでは、ここ、タブーのフレーズを弾きますからね。これがかっこいいの。後でちょっと解説するね。で、ガズクラブでこれをね、ゲットしてもらうのすごくいいです。ガズノートの特徴をちょっと言っておきますと、ここを見てください。V とか、これ、点とか歌詞の上についてるじゃないですか。これがリズムのめちゃくちゃガイドになって、すごく今日の曲なんて、やばいですよ。やっていきましょう。せーの、たわいもを、この伸ばしてる時から F が始まる。たわいもないで木の上で真ん中3拍目。たわいもないで木ことでもね、伸ばしてる時に V が入ってる。嬉しそうに話す。こんな感じでリズムがわかるんですね、これ。これがめちゃくちゃね、もう点と、この V の字の点がもう今日はめちゃくちゃ役に立ちますから。もうヒント満載のガズクラブに入っていただけるとゲットできるこのガズノートもご活用いただいて、欲しいんですけど、あ、お時間ある方はこの通りに書いてください。まずは、この星マークのところと A1 ぐらいからまでいけるかな。星マーク、これ、ここは後で、一番最後繰り返しになりますからね。はい、まず A1。この A1 のね、コード進行もね、どんどん進んでいくからね。同じ繰り返しですけどね。はい、そしたら2の A から B メロまで行きましょうか。はい、ここで C 大夢とか出てきて、ここで F 星。かっこいいバージョンで F マイナーってことになってます。ここが途中で伸ばすっていうのがポイントですね。F 星、3拍弾いて伸ばす。はい。これはまあ聞いてもらったらわかると思います。で、ここは1、2、3、4、ボディヒット。かっこいいバージョンでこうカッティングで、この空白を潰していく。そんな感じです。はい。で、今日ここにコードが書いてあるね。ちょっと狭くなっちゃってさ。はい、で、ここ、サビでございます。ここのサビのメロディーがやっぱりもうすごくいいんだよね。コードは簡単ですよ。はい。ですか？で、ここら辺でこう、だんだん歌も盛り上がってきて、ここでまたコードがこう F 星になったり、F マイナーになったり、G7 を指そうになったり、ここでコードが変わってきます。ね。で、これやって、で、一拍、これ、簡単バージョンでここ空白で4つ開けて、これかっこいいバージョンでフレーズを弾く。そんな感じです。こっちも一緒ですね。イントロのここも。簡単バージョンで空白4つの歌に入っていく。ここでかっこいいバージョンではこのフレーズ。同じフレーズです。で、ここ間奏です。CF、Dm、G7、CF、Dm、G。これね、簡単バージョンはね、この今映ってるやつなんだけど、カッコしてかける2って書いてある。これかっこいいバージョンでは間奏を倍にしてます。そしてこれやったら星に戻る。ここに戻りました。はい。たわいもない出来事でもこれをやって終わる。これがガズレレウルトラショートカットバージョン、ウクレレ練習用アレンジとなっております。ちょっと出てくるコードなんですけど、今日すごいことになって、コードちっちゃくなっちゃった。もうね、場所なくなっちゃって。一応言っていきます。はい。C と A マイナーと F と D マイナー、D7、G7、E マイナー7。はい。今映ってるこのコードは、1、2、3、4、5、6、7個か。7個のコード、プラス、さっき説明した簡単バージョンが出てきた F 星コードと C、AUG オーギュメント、これが簡単バージョンで出てくるコードなんです。で、今ここに映ってるやつはね、これ簡単コードのグループなんです。これは安心のガズレレ必須コードという入門コードのグループなんで安心してください。これガズレレ必須コードはね、初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コード、もうこれもう、ね、覚えたらめちゃくちゃいいことばっかりで、分かりやすく解説してる動画概要欄に貼っとくんで、まだガズレレ必須コード覚えてない方は覚えちゃってください。で、さっきから出てくるように F 星と C オーギュメント一応解説しとくと、 F 星は、C の1弦の3フレットと F のところ、これ同時に押さえる、はい、これですね。で、ちなみにこれはね、かっこいいバージョンで出てくる F マイナーというコードを、これ、再現して、F マイナーっていうのは押さえづらいコードなの。ちょっと流れで解説すると、F マイナーっていうのはこれです。こことこことここなんですよね。なんで、こうやって押さえるか。あるいはこうやって押さえる。いつも言ってるけど、ウクレレ持つ位置が低い人は4弦親指がいいと思います。ウクレレ持つ位置が高い人は人差し指で4弦押さえる。これが F マイナー。これがなかなか難しいコードなんですね。この押さえ方、詳しく知りたいよという方、概要欄に F マイナーの押さえ方の解説動画貼っておくんで、これも合わせてみてください。これが難しいから F 星ということで、初心者さんでもアレンジできるようにしてます。あともう一個の C オーギュメント。これは簡単です。C のところ、1弦の3フレットと4弦の1フレット。これだけです。
はい、これだけ聞くとちょっと変なコードですけど、流れの中だとこれかっこいいです。これも簡単バージョンから出てきますよということでございます。じゃあ流れでもう一個かっこいいバージョンで出てくるコード、 G7 サス4、これも簡単なんですよね。 G7 入門コードを押さえて小指で1個ここ足す、 C のところ足すと G7 サス4、はい、これで、OK ということでございます。ということでもう今コードの解説、かっこいいバージョンまで今終わりましたということですけれどもですね、じゃあここからかっこいいバージョンのもう解説に入っていこうと思うんですけど、まあ、その前にやっぱりこれ歌です。やっぱりこのね、最初の歌い出しだけでもね、かなりね、いろんな要素がありますよ。たわいもない出来事でも嬉しそうに話す、君が好き、さんざんふざけて笑って会いたいね、手帳分けにキスをしたって、ここまででもすごくないですか。裏で来るんですよね。もうやっぱりかっこいい曲ってこの裏で言葉の拍がなんかこう来る、言葉にもちゃんとリズムがある、これがもうで、だから歌ってみると分かる、息継ぎするポイントとかもかなり面白いところに入ってきます。たわいもない出来事でもうみたいな、この伸ばしているようなところでブレスを入れる、息を入れる、こんなのもちょっとね、息継ぎのポイントも考えるといいかもしれない。 A メロとか B メロとかもなかなかすごいこのタイミングの応酬になってますから、これ平井大さんの特徴です。このね、歌のリズム感をぎっちり掴み取るためには聞いてモノマネする、やっぱこれに尽きると思います。歌しっかり、マスターしていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説をやっていきます。コードはさっき言ったように F マイナーと G7 サスを今紹介しました。でリズムですね、今日取り上げるリズムはこちらになります。8ビートのチャなんですけど、これとカッティングで、今日はねもう跳ねてるリズム、シャッフルです。シャッフルのリズムで8ビートでカッティングを出てくる。はい、この今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところの先にジャンプしてもらうと、解説動画、濃厚レッスン動画がありますね。そこでまだあのリズムの弾き方わかんない方は勉強してください。8ビートのチャっていうのは C でちょっと練習してみると、ダンチャッタッツッタッチャッカッタンチャッカッツッタッチャッカなんですけど、今日はシャッフルのリズムで跳ねてるんでこんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー、チャッカチャッカチャッ、これがシャッフルです。跳ねたリズムです。これをやるにはルンルン気分、気分をルンルン気分にするのがポイントになります。はい、じゃあどんどん歌の解説の中に入っていきます。まず最初伸ばしているだけなんで、これは簡単。たわいもない出来事でも嬉しそう、この歌がやっぱポイントになりますね。でフレーズが入ります。これちょっとねやってみますね。さんざんふざけや、さんざんふざけて笑って会いたいね、手帳分けにキスをした、はい、これです。ドドンテテンテテン、かっこいいでしょ。はい、これタブ譜を出します。最初1回9譜を入れます。うんって9譜を入れて、3弦の2 4 3 4 3 弦 4 2 0です。タトゥンタタンテタン、はい、これタブ譜の読み方わかんない方概要欄に貼っとくんで見てもらいたいんですけど、とにかくこの3弦の2 4 2弦の3また3弦の4 2 0、行って戻るだけ、トトンタトントタン、これです。もう一回やってみましょう。さんざんふざけて笑って会いたいね、手帳分けにキスをした、お尻に乗せて、こんな感じになります。テテンテテンテテン、このリズムですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、だからこの最初うんのこの休符がやりますからね。はい、これタブ符を落としておくので、これもちょっとクリアしてください。でこれね、後半の、感想に行く前にも全く同じフレーズが入りますから、はい、トゥンタテンタタンドンドンが、はい、やってみてください。でこっから A メロに入るんですけど、こっから8ビートのチャなんですけど、跳ねてるリズムです。もう一回あの A メロの1番から、せーの、星に乗せて、これ8ビートなんで、8ビートなんですけど、1ブロックにコード2個がずっと続くんで、どんどチャッカ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 って感じのリズムになりますね。なんか、つっちゃかっちゃつっちゃちゃっちゃつっちゃちゃっちゃ、これがずっと A メロ続きます。コード進行もずっと繰り返しですから、もう本当に淡々と軽やかに、力をガシガシ入れて、力抜いていいですよ。どんどチャッカ、どんどチャッカ、どんどチャッカ、どんどチャッカ。優しく8ビート、ビート感、ほっこりした感じのイメージがいってます。そして、B メロ、眠りにつく前、ここでカッティングが登場します。カッティングっていうのは頭打ちのカッティングなんですね、ここは。ちょっとやってみると、せーの、眠りにつく前の話少しの時間だけ、僕
4ブロックですね。ここはタッ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 カッティングで左手でこう止めてるんですよ。音を触れてます、触れてる。押さえちゃうと音出ちゃうからね。これダメです。はい。でこれでちょっとカチャカチャ言って、はい、カッティングで、頭打ちのカッティングって言います、こういうのをね。でもなんかね、こうパワフルな感じじゃないです。ここもね、もう基本的にはもうなんかゆったり、なんかゆったりな感じのね、頭打ちカッティング。眠りつくまそんな激しくない。寝越しの時間だけ僕に、またここで戻る。 Yeah baby under the moon。 これね、ここ F マイナーなんですけど、Under the moonlight のムーンの時に伸ばすというイメージですね。 Under the moonlight チャッカチャッカタワイモで、このチャッカチャッカカッティングです。ワンブロックカッティングです。ここのね、ベイビーシンギングからいきましょう。預けてベイビーシンギング Under the moonlight タワイモってサビに入っていきます。はい、この F マイナーの途中で伸ばす感じ、あのポイントですね。もう一回預けて、ミセンギダンジャッカドーンチャッカチャッカタワイモない出来事で、はい、ここからサビに入っていきます。サビも8ビートのちゃんの跳ねたリズムなんで、今みたいに淡々とタワイモドーンチャッカツッとチャッカドーンチャッカツッケチャッカドーンチャッカツッケ君が好きみたいな感じで言ったり、ここでのパワフルになんなくて、パワフルになっちゃダメなんですよ。ちょっとこうやっぱ脱力してふんわりしてる雰囲気が出したい、そんな曲でございます。でサビの後半に行って、ムーボービナスの笑顔が、ここボーカル盛り上がるとこうかっこいいですよ。目を閉じれば金くる今夜君は F マイナーの G7 サスポン見てるの、はい、さっきと同じ。ここがね、伸ばした後のフレーズですからね。ちょっともう一回、浮かんでくる。今夜君はどんな夢を見てるの？感想。ここで、シンコペーションアップ。はい、もう一回 C が言って、D マイナーから G7 アップ。はい、矢印マークは左上になってるから、アップで書いてください。電熱アップですね。はい。で、この感想をやって、一番最初の、たわいもな出来事で、はい。ここに行って終わる。こんな感じになってます。まあ、シンプルな曲なんですけど、やっぱり基本的に、真ん中に置いてもらいたいのは、ふんわりしたシャッフルのリズムで、イケイケっていうか力強くないんですよ。やっぱちょっとリラックスして力を抜けてる。これがポイントになります。力をどれだけ抜けてふんわり感が出せるかがポイントになります。あとは歌詞の持つこのね、ふんわりほっこり、きっと遠く離れてる二人なんでしょうね。欲しいとこう、ね。まあ、そんな情景も思い浮かべて、弾き語りは感情表現ですから。はい。曲と一緒に再現していきましょう。それではやっていきましょう。平井大さんの星に乗せて飾れるかっこいいバージョン。やってみる !1、2、1、2。たわいもないってキュートでも嬉しそうに話す君が好き、散々ふざけて笑って会いたいね、手つわけにキスはした。星に乗せて
音でも嬉しそうに話す君が好き散々ふざけて笑って会いたいね手帳わけにキスをした平井大さんの星に乗せて風れる理由かっこいいバージョンやっていました。星が綺麗なこの時期に、メローに優しくほっこり歌いたいアコースティックなウクレレにはぴったりの曲だと思います。トライしてみてください。 G ラボのウクレレ販売開始ですからよろしくお願いいたします。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌風れるです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、学部の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リットミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうとうわーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜でこっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。